小太郎、何それ？お尻に何かついてるよ。ああ、こいつか。一週間くらい前から取り憑かれちゃってさ。しり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 。ベーヌー先生に見てもらったんだけど、処女のまま死んだシリマニアの女の怨念が妖怪になったんだってさ。うわ、処女のまま死ぬとか最悪じゃん。かわいそうすぎる。だよな、俺も不憫でさ。無理やり剥がすこともできるって言われたけど、断ったよ。俺の尻でよければ、しばらくは触らせてやろうと思ってさ。小太郎、優しいね。しり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 。こうして俺と、お尻の妖怪、ひまり、との共同生活が始まった。ひまりは一日中、俺の尻にひっついて、尻を撫でたり、揉んだり、頬ずりしたり、舐めたりしてくる。気持ち悪いと言えば気持ち悪いが、それ以上の悪さはしてこない。むしろ、座るときはクッションの代わりになってくれるし、うんこをした後は、ウォシュレットの代わりになってくれる。時間が経つにつれ、俺はひまりに、奇妙な愛着を覚えていった。そうして、70年が過ぎた。ぺちょり。ああ、何か踏んだかの。あちゃ、こりゃ、わしのうんこじゃ。いかんの、うんこもうまくできなくなってしまって、最近はあちこちに漏らしてしまうわい。しり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 。おや、ひまり、慰めてくれるのかい？ありがとうな。身内も友人もおらず、政治からも、行政からも見捨てられたわしにとって、お前だけが心の支えだよ。しり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 。じゃが、本当にいいのかい？お前は妖怪じゃ。その気になれば、他の若い男に乗り換えることもできるじゃろう。わしのような、要介護状態なのに、介護が受けられない。底辺老人の尻なんぞに取り付いて、お前は楽しいのかい？しりしり、しりしり。おお、そうかい？どんなに老いぼれていても、わしの尻がいいのかい？しり、しり。ありがとう、ひまり。わしもお前のことが大好きじゃ。これも一つの、愛の形かもしれんの。しりしり、しりしり。この3ヶ月後、小太郎老人は死去した。なしだった。決まりがその後、どうなったかは、誰も知らない。